今はもうというかひたすら自民党が力を持っているそうです、ね、わけで、今の政治の力学で言えばどうにもならないと思います。小泉さんが脱原発とか言い出してますけれどもいかがにご覧になってますか。まあ、個人的な好き嫌いを言わせていただくと私は小泉さん嫌いです、うん、はい、でも今彼が言ってることは正しいです、うん、原子力をやめなきゃいけないという彼が言ってるわけだし、今日の新聞だったかな昨日だったかな、私なんかもよく言われてきたけれども原発をゼロにするなんていうのは無責任だと言って、うんうん、すぐまあ批判が来るわけですけれども、それに対して小泉さんはそんなこと言うなら始末のできないゴミを生み出す方がはるかに無責任だと言って切り返したというけれども、まあその通りなんですよね。自分で始末もできないようなことをずっとやり続けてきた、そのことが無責任なのであって、本当だったらもうとっくの昔に原発なんてやめていなければいけなかったんですね。でそれをやめないままずる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 こんな風にたくさん作ってしまってもう抜けられないからどうしようもありませんというようなことを言ってるわけですよね。そんなことを政治が言っていいのかとむしろ私なんかは思ってしまいます。あのお先生ね